ハローアースノイド、アムロが歴代ガンダムに乗ったらどんな反応をする？に対するネットの反応をお送りするよ。パイロット兼メカニックとしてどんなことを感じるんだろうか。ビームマグナムはいらない、普通にビームライフルでいい。割と持てるだけ持ってく気がするし、せっかくだからマグナムも持っていっていらなくなったら捨てる感じじゃない。ハイパーバズーカとか重火力武器大好きだし、別に嫌がったりしないと思う。マグナムの運用ってタイモビルアーマー用だからな。アルファジール戦だと火力不足で倒せなかったし、文句とかないんじゃない。特注のフレームじゃないと撃てない兵器積んでくぐらいなら、汎用規格のバズーカとかそれ以外の武装持ってくやろ。アムロならユニコーンに乗ってる前提の話だからフレームとか関係なくね。その特定フレームで撃てる機体に乗るなら文句言わんやろ。ユニコーンはビームマグナムより光ることとか、5分限定のニュータイプデストロイヤーとか、オカルトパワーとか、そういう不安定さの方が気になってそう。機能的にはニュータイプなら思う通りに動くんだがね、ユニコーンタイプ。ただそれでも想定外の挙動しまくって、暴走事故何度も起こしてるようなやつには乗りたがらないとも思う。ニュータイプの力をよく知ってるアムロならなおさら、モビルスーツなんてものは思い通りに動いて攻撃が当てられればいいんだ、とか言いそう。走行ありすぎ、パーツの替え利かない、運動性ない、燃費悪い、威力ありすぎ。このあたりは気に入らないと思う。アムロ総長のために作られたガンダムです。どうでしょう。間違いなく初代ガンダムより強いはずだけど、コアブロックシステムと学習機能はないの？これないと多分アバオアクーを生還できないし。そこはガンダムを上回る反応速度でビームの直撃を避けつつジオングの撃破を目指してね。トライエイジで出てきた F イラストでは5体満足でラストシューティングしてたし、アムロならいけるいける。ソロモン戦に間に合っていればスレッガー注意を生存させられそう。ガトリングがビグザムに刺さりますよ。ガンダム AG-8 とかどうよ。あくまでも現地回収機だからな、あれは。局所運用想定のガンダムにはどんな反応するんだろうね。特にフルアーマーガンダム、機動力悪くないし、武装もバランスいいからいいと思うけど、運動性には少し不満持ちそう。優秀なステイメンからお出しされるゴッテゴテのデンドロビウム、これにはアムロさんもげんなり。ナースとナージ、ゼータから可変機構取っ払えないのか。3号機とかゼータプラスにも乗ってたことになってるし、逆シャアではゼータよこせって言ってたんだから可変機には抵抗ないでしょ。ダブルゼータか、この出力は魅力的だが、さすがに整備性を軽視しすぎていないか。あとは複雑な変形機構とそれに伴う運用時の人員の確保も気になるな、とか言いそう。スペリオルガンダムにはどう反応するのかな。アムロとアリスが関わると予測できない。大気圏内での音速機構、ガンダムより大きい機体だがビームバリアーもある、武装も最高に織り交ぜつつ使いやすくまとまっているな。この機体、確かにすごい、ハサウェイが熱中するわけだ。ってしんみり言いそうでな。ついにアムロ乗せると重力下でもイカれた動きできるから、鬼に金棒どころじゃなさそう。もし F90 とか乗ったらどう思うだろうか。汎用性を高めるためにオプション装備を増やして開発費用がかさむのは本末転倒じゃないか。ジョブジョン、アムロさん、この機体の方がうまく扱えるんじゃないですか。 OS はシャアで見た目がニューガンダムなので、 AI を介して操縦したらチグハグな操縦に感じそう。 F91 は良さそう。走行剥離やベスバーの取り回しの悪さに若干引っかかりそうだが、速度調整含めて使い道はありそうだしシンプル。このサイズでこの出力か。機体の取り回しもレスポンスも良い。可変速型ビームライフルもジェネレーター直結による取り回しの悪さを考慮しても、戦場の状況に応じてビームライフルの性質を調整できるのは戦術的には非常に有用だな。サナリーも侮れないものだ。解散あたりに口利きしてもらえればカタログも取り寄せられるか。ジョブ順に頼んだ方が確実だぞ。ジョブに頼めば実機を操縦することもできる。 F91 は映画の短い尺の中で照準がブレる不具合、エネルギー供給の不具合、ベスバーは本体から外しても使えるぞの機能のせいで接合部が弱くて戦闘時の振動で脱落する不具合って不具合連発してたからどうかな。F91 だとベスパーはかなり気に入りそうだけどね。こいつは、論外だ。
クロスボーン X1 の方が何倍もマシだ。君は未完成すぎるから、そりゃ酷評される。ついでに登場者がガンダムと認定してないしな。天草についてなんて言うんだろ、自分の AI、モビルスーツって知ったら。なるほど、後の人間からはこういう風に戦うように見られていたのか。なんだか懐かしいような、恥ずかしいような、って感じかな。ガンダムを木製技術で作ったようなものだから、懐かしさとかもありそう。直感で任せてた挙動までは再現されてないから予想しやすいトラルと同じことを思って、あの時あの人が言ってたのはこういうことか、って納得してそう。ビクトリーは絶賛してくれそう。V2 も背中からビームダダ漏れなのは一言言うだろうけど、おおむね好評そう。ビクトリーやインパルスに乗って昔を思い出してそう。これアナザーにも乗るの？そっちの方が面白くない？ゴッドやウィングゼロ、WX の反応知りたいぞ。正直あんまり機体に文句言う姿は思い浮かばない。あ、反応悪いのだけはさすがに言うわ。荒屋式システム？人間をマシーンに組み込むなど、何を考えてるんだ。荒屋式システムの使われ方とか聞いてどう反応するのかな、アムロ。荒屋式やガンドはサイコミュでどうにかできるかもだけど、モビルトレースシステムはアムロさん大丈夫？軍人とはいえそこまで鍛えてないでしょ。軍人のシャア相手にフェンシングで勝ってるし、巴投げもできるからセーフ。フェンシングや柔道ができるだけでガンダムファイトを戦い抜けるかな。 G ガンのファイティングスーツ装着でズタボロになるアムロ。全部の武装を試すためには流派東方腐敗と明鏡止水を習得する必要があるし、その過程で体も丈夫になるだろ多分。割と内向的な機械オタクだったのに、一年足らずでエース級の軍人相手にフェンシングで戦えるだけのポテンシャルがあるから、案外ガンダムファイター目指して頑張ってみればそれなりに成長したりして、ダメだ中の人的にセイントセイヤで想像されて腹が痛い。このビームリボン、色物かと思いきや侮れない応用力と利便性がある。ウィングガンダムは武装の小回りの効きにくさに文句を言いそう。バスターライフルがネック。バスターはあくまで最大出力で3発なだけだぞ。サーベル、マシンキャノン、バルカンと威力が桁違いだし、モビルスーツ形態で速力も運動性もトールギス級で凄まじく、変形せずとも完全飛行して、超高速戦闘するし、長距離飛べるからウィングは好きないんだよな。近接しかないのか、って愚痴りながらもバッサバッサと切り倒してそう。ウィング系は武装については何も言わなそうだが、ゼロシステム積んでる機体には嫌悪感抱きそう。ガンダム X ディバイダーはアムロ好きそう。もともとサテライトキャノンの反動に耐えられるだけの装甲に、ディバイダーをマウントした時の機動性と航続距離、若干ビーム兵器に偏りがちだけど手持ち武装にバズーカもあり、アナザーだとストライクあたりは大絶賛してくれそうだよな。継続戦闘能力、バッテリー問題が少なくなったエールストライクとかなら褒めると思う。スカイグラスパーとの連携ありきだけど、ストライカーパック取り替えながらの戦闘してたからそこは許すんじゃないか？それよりも使わないパックがかさばるから、もう少しシンプルな方がいいとか、パーフェクトストライクとかふざけてるのかとかそっちに切れそう。エールストライクならまあ、バックパックがあるのは良いけどエールストライクだけで良くない？特にソードエール？ってなりそう。後継機だけどノワールは気に入ってくれるかな？ビームと実弾持ってて単独飛行可能なフリーダムは普通に褒めると思う。ビーム兵器偏重だけどそれは世界観的に仕方ない部分あるからフリーダムは結構気に入りそう。フェーズシフト走行とあの継戦能力はかなり魅力的やろ。デスティニーには大砲よりもバズーカ欲しがりそう。機動力とパルマビーム、ブーメラン、ビームシールドは気に入ると思う。インパルスにどう反応してくれるかな？ガンダムと似た構造だけど発進後の合体がデフォルトなところとか、バックパックによる拡張性とか、ペーパープランだけど、カオス、ガイア、アビスの3パックとか色々感想聞いてみたい。WO は多分酷評する。性能とかじゃなくて安定して動かないことに対して、WO ライザーなら大丈夫。これが俺と同じ声のパイロットが乗っていたというガンダムか。変形機構は少し欲張りすぎている感が否めないが、総合的には高い火力と運動性を合わせ持っていると言えるな。ガンダムキュリオスは気に入りそう。ただ、戦
盾が割れて張り出てくる仕様は盾という役割果たしてないんじゃないか？とか言うだろうな。最初はテンション上がってシステムと技術に絶賛するけど、3回くらい使ったあたりで、少し苦笑いが入ってくるエイジシステムを使ったアムロ。荒屋敷はともかくとしてバルバトス系列の評価はどうなるかな。ジェネレーターの性質と出力的には多分ビームも乗せれるから、武装さえいじればアムロ好みの機体に仕上がりそう。三日月チョイスの武装はアムロ嫌がりそうだし、主に巨大メイスとか。まあ鉄血世界の最高効率を極めた形だから理解はしてくれるだろうけどな。Gセルフはベタ褒めした後、パーフェクトセルフでドン引きしそう。レイハントンコード？そうね。Gセルフのレイハントンコードは無視すると、ベルの評価と大体同じかそこに技術や目線が追加されそう。本体は問題なさそうだけどパック込みだと言いたいこと多そう。Y はシンプルな武装にビット兵器とニューガンダムに近い設計思想のエアリアルに乗ってみてほしい。アムロが富の運体の思ってることをある程度代弁してるキャラであると考えると、どんなに優秀で無難な欠点がないものが出てきたとしても、絶対何かしら文句はつけると思う。ここのやりとり、アムロが何を重視してるか、それぞれの解釈が見れて面白い。